どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。シーズン6頃の話だったと思うんですけども、今まで組んできた収録編成をまとめる動画というのをですね、作らせていただいたんですよね。で、今回はリクエスト動画ということになるんですけども、その続きということで、シーズン7以降でですね、組んできた収録編成というのをまとめた動画というのをですね、作っていきたいかなと思っております。ただですね、シーズン7ぐらいになりますと、主力編成も本当に数多く組んでて、すべて紹介するということになるとですね、かなり時間がかかるということになってるんですよね。各シーズンで5から6ぐらいは組んできましたので、ということでですね、特に満足度が高かった編成というのを紹介するという感じでですね、ちょっと企画変更の方をさせていただけたらと思います。がっかり編成なんかはお伝えできないっていうことにはなるんですけども、真似したくなるような編成っていうのもですね、いくつかあるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。でですね、せっかくですので、シーズン6までの間で組んだ主力編成の中でですね、満足度が高かった編成というのもですね、ピックアップしてお伝えできたらなと思います。ただ、シーズン6までの間っていうのはですね、過去に動画作ってますので、駆け足でお伝えできたらなと思います。そしたら始めていきましょう。シーズン1では満足度の高い編成っていうのは組むことはできなかったんですけども、シーズン2に関してはですね、結構いい編成が組めました。諸葛亮を首相として、劉備と張飛を副将として槍の編成ということになってますね。今の職槍に通じる部分はあるんじゃないかなと思いますね。割と理にかなった継承戦法も詰めてるんじゃないかなと思うんですけども、ただ劉備に白磁兵を積んでるあたりっていうのがですね、他の戦法なかったんかっていうのがですね、見えてきますよね。張飛で通常攻撃打った時の白磁兵のダメージって言ったら本当に知れてるっていうことになりますので、なんでここはですね、魚的兵将なんかを覚えさせた方がですね、硬くなって強くなったんじゃないかなっていう気はしますけどね。ただこちらの編成、シーズン2ではバリバリ活躍してくれたということでですね、満足度が高かった編成ということでお伝えしたいと思います。そしたら次、シーズン3で組んだ芝居盾ですね。こちらに関しても満足度は非常に高かったです。ただ継承戦法を見るとですね、芝居のところ勝目総体が兵務情勢になったりしてますよね。なんでここはですね、勝目総体を持ってなかったか、はたまた他に使ってたのかっていうのはですね、記憶にないんですけども、大体戦法ということになってますね。ただこれは結構うまくはまってまして、呂布にですね、固有戦法で芝居を狙われたみたいなことになるとですね、この兵務情勢が爆発して、でさらに回復力みたいなのも出るみたいなことになっててですね、割と使いやすかったんですよね。で速攻型っていうのも数も少なかったですしね、呂布が一番怖かったかなっていう時期ではあるんですけども、その呂布に対してですね、無双できてたっていうイメージはあります。でこの頃って言いますと、まだ盾は馬に弱いから呂布3世でこの東高兵にぶつけたらみたいな人が結構いたんですよね。で僕の編成はこれ残壁砲と投降兵を積んでるっていうことになりますから、めちゃめちゃ硬いんですよね。でさらに兵務情勢も積んでるっていうことだったので、呂布3世でたくさん先行を稼がしていただいた記憶があります。次、シーズン4で組んだ5騎馬も満足度が高かったですね。で一応、臥薪嘗胆持ってないので、楽歩を覚えさせてるっていうパターンになってるんですけど、これでも十分に強かったですね。で、コケヨーヨーを覚えさせてるんですけど、孫将校の凸があまり進んでなかったので、火力は見込めないっていうことになってたんですけど、まあ、序盤シーズン、シーズン4ですからね、孫将校無凸でコケヨーヨーだったとしてもですね、十分に活躍してくれたっていうところですね。で、息焦点を持ってる部隊っていうのもですね、そんなに多くなかったんですよね。なんとかこの通常攻撃プラスアルファで強いっていう部隊を止めたいみたいな意識っていうのはですね、この時まだ芽生えてなかったかなと思うので、ここ100機攻撃を覚えさせたような部隊の方がですね、強かったような記憶はありますが、この段階では僕100機攻撃持ってなかったんでね、呼吸余裕を覚えさせてたっていうことになってますね。それでも十分強くて、どういった部隊に対してもですね、割と暴れ回ってた記憶はありますね。ミラーマッチ以外だったらですね、テイタが負けることほとんどなかったんじゃないかなっていうぐらい活躍したということでですね、まあ今の環境だとだいぶ変わってるかなとは思うんですけども、当時はかなり重宝した編成ということになってますね。次、シーズン5で満足度が高かったのが、魏鳳騎ですね。こちらの編成に関しては、シーズン11ですらまだ活躍できる編成ということで、息が長いですよね。で、シーズン3から組めるっていうことになってるので、新戦のそのインフレっていうのの抑え具合っていうのがよくわかる編成になってますよね。で、継承戦法なんかを見るとですね、まあ今でも通用するような形の継承戦法ということにはなってるかなと思うんですけど、今だったら核の配中台のところを兵務情勢にしたりっていうところとか、あと憲法破砕にしてっていうのがですね、流行ってるかなという気はするんですけども、この時はこれで十分強かったかなっていう印象ですね。この編成に関してもですね、めちゃめちゃ無双してくれて、速攻型にもなぜかかなり強かったりっていうところもありましたから、まあ機会があればまた組んでみたいかなって思うんですけど、
今はやっぱりもう SP 関連のですね、技法機の方がですね目立ってるっていうところがありますので、限定回帰することはもしかしたらないかなっていう気はしてます。そしたらシーズン6満足度が高かったのが射食弓ですね。シーズン6で SP 手弓が登場したので組み立てほやほやっていう感じではあったんですけどね。で、周りで組んでる人がほとんどいなかったんですよね。で、実際僕もですねこの編成をレベリングしてて、とにかく兵損がでかいっていうことで絶対に使えんやろっていうふうに思ってたんですよね。でですね、いざ戦場に出せるレベルまでですね上がって、で出してみたらめちゃめちゃ強いと。引き分け量産機ではありますけども、ほぼどういった部隊に対してもですね優位に戦えるっていうことがあって、これはすごい編成を組んでみたもんだなっていうことでですね、割と喜んでた記憶がありますね。あと延期場に関してもですね非常に満足度が高かったですね。シーズン6の段階では多分騎兵陣がなかったと思いますので、首相がメインアタッカー型の速攻型っていうのがですねかなり活躍してたっていう記憶があるんですよね。で、この頃は大火役場も今と継承戦法内容っていうのがですね変わってるっていうことになってるので、速攻型に非常に向いた戦法だったんですよね。なんでこれでかなり活躍はさせられたんですけども、今組むとなったらですね大火役場のところは憲法破砕なんかに変える必要があるかなと思います。そしたらここまではですね過去の動画でも紹介した内容ということになるんですけども、こっからはですね、シーズン7以降で満足度の高かった編成を紹介していきたいと思います。で、シーズン7ではですね体盾を組みました。こちらが非常に満足度が高かったですね。ただ継承戦法を見るとですね少しいびつですよね。曹操のところに騎兵両棒なんかを覚えさせてます。これはあまり例を見ないんじゃないかなと思うんですけども、っていうのがですね最初は魅惑を覚えさせてたんですよね。それでまあほぼテンプレっていう形になるかなと思うんですけども、ただなんかその魅惑の安定感っていうのにすごく納得がいかなくて、これ僕には向いてないなっていう判断を下したんですけど、代わりになるような耐久力が上がるような戦法とかをですね他に使われてたっていうところがあったので、泣く泣く騎兵両棒を覚えさせたっていうことなんですけど、これでも十分強かったっていう形になってますので、やはり耐え立てっていうのはですね基礎がしっかりできてる部隊なんだなっていうのをですね実感しましたけどね。あとシーズン7では新幹走も組んだんですけども、こちらの編成も非常に満足度が高かったですね。槍の速攻型ということで唯一無二感もありましたし、あと息昇天でなんとか抑えたろみたいな人もですねこの段階ではまだ少なかった記憶がありますので、むちゃくちゃ活躍したなっていう印象があります。でですね合わせて組んだのが射食弓と御防機ということになってるんですけども、射食弓に関してはねやっぱり相変わらず活躍してくれたんですけども、まあ先ほど紹介したんでね今回は省略したいかなと思います。で、次シーズン8で満足度が高かった編成と言いますと義官機ということになりますね。シーズン8ではですねかなり攻めた編成をたくさん組んで、でどれもなんかいまいちだなっていう結果に終わってしまったんですけども、この義官機に関してはですねかなり活躍してくれました。で、この義官機というのはですねほぼシーズン8限定みたいなところがありまして、東洋霊で官を義の勢力にできたから組める編成ということになったんですよね。で、いざ試してみたらですねめちゃめちゃ強かったということでですね、これはかなり推したいかなっていうところはあります。ただ継承戦法に関してはですねあまり妥協せずに組まないと微妙っていうところはあると思いますし、艦もしくはテイクどちらかは貫突してるぐらいの突具合っていうのもないと火力面でですねちょっと不安が出てくるかもしれないですね。で、シーズン9ではですねご視聴いただいてる方に勧めていただいた騎兵の編成でですねテイク長春か満潮というのをですね組みました。で、こちらに関してはですねランキバーなんて読んだりしてるんですけども、これがまあめちゃめちゃ強かったということでですね大満足の編成ということになってますね。ネックといたしましては兵士宝物が2つ必要っていうところはあるんですけども、それをクリアしたらめちゃめちゃ活躍しますね。で、シーズン11の段階でですね対戦相手でこのランキバと当たることって結構あるんですよね。で、当たった時にですねポチャなんかもらえたりするんですよ。その動画で見て組んでみたけど活躍させられてます、ありがとうございますみたいなねことをいただけて、それは本当に僕も嬉しいですし、僕に提案してくださった方にですね、感謝したいかなって思うところではあるんですけども、でですねここのその継承戦法なんかをですねカスタマイズして使ってる方とかもですね結構いらっしゃいまして、まだまだ伸びていくのかなっていう感じもしてますけどね。テイク研究所とかだったらどうなんですかね、この編成使われてる方いらっしゃるんですかね。よかったらご意見いただけたらと思います。で、あと天皇弓も活躍してくれましたね。こちらは5軍ぐらいで組んだんかなということでですね継承戦法はかなり妥協してますね。リクソンに混迷乱情と背中台みたいな感じの覚えさせ方させてますし、あとテーフに関しては騎兵陣なんかいう感じでですね
本来ならイブグンミンがいいところをですね変えてるっていうところなんですけど、これでもバリバリ活躍したということなんですね。で、孫権に関しては僕無凸なんですけども、そんな凸具合でもですねやってくれるっていうところがありますので、その天皇弓という編成がですね評価されてる理由っていうのがですねよく分かったかなというところですね。そしたらいよいよシーズン10ですね、前シーズンまで遡ってきましたけども、やはり一番満足度が高かったのは北伐層ということになってますね。この編成は本当に強かったですね。で、シーズン12以降ですね飛行聖章という回復戦法が登場したらさらに強くなるらしいので、これはもう多分ずっと使っていくんじゃないかなって思いますね。共存性も高いですし、あと漢口の武将ランキングっていうのをですね狙ってるところがあって、今50位まで上がってきたっていうことになってますので、まあ今までですねそういった武将ランキングっていうのをですね上位狙って頑張ったことはなかったんですけど、漢口でランカー狙いたいなということでですねずっと使っていきたいかなというふうに思ってます。で、もう一つシーズン9の時にですねノバさんという方にですね教えていただいた強編成ということでですね、僕はノバ軍隊と勝手に呼んでる編成なんですけど、これもやっぱり自分で使ってみたいなということで使ってみたらやっぱり強かったですね。本当に使いやすい編成だなということでですね、これも非常に満足度は高かったですかね。結構ですねその激戦なんか連発してくれる編成っていうことになってます。ただ今はもう結構見かけるっていうことになってますし、そのヤリクソンとかでですね対策ができるみたいなところもですねやっぱりじわじわと浸透してきたっていうところがありますので、ちょっと戦いにくくなったかなっていう印象はありますけどね。やっぱり出立ての頃っていうのはですねみんなこの編成どうしたらいいんだろうっていうことでですね試行錯誤してっていうところがありますので、その段階だとですね本当に活躍できる編成だなと思いましたね。で、最後紹介したいのが技法盾ですね。こちらの編成もちょっと試しに組んでみようかということでですね、継承戦法に関してはバリバリ妥協で組んでみたんですけど、これがまあ強い強いっていう感じなんですよね。本当に負けないっていうところだったので、これはずっと使っていきたいなっていう感じでですね惚れ込んだ編成ということになってますね。で、妥協してこれなんで赤くなったり、あとその継承戦法万全で組んだらどんだけ強いのかっていうのをですね本当にワクワクその組んでみたいなっていう感じでは考えてるんですけども、なかなか凸が進まない編成でもあるんでね、核とかがねシーズン限定っていうことになってるので、まあなかなか強くするのは厳しいかもしれないんですけども、この編成もですね北伐層同様ですね今後ともこすっていきたいかなと思ってる編成です。はい、いかがだったでしょうか。ここまでですね、組んできた主力編成の中で満足度が高かった編成というのをですねいくつか紹介させていただいたわけなんですけども、皆さんの中にもですね僕と同じ主力を組んでた方っていうのもですねいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。で、その時の感想なんかも教えていただけると助かるかなと思います。まだ自分はこういった編成を組んでみて非常に満足度高かったですよみたいなのがありましたらコメント欄に書いていただけるとですね情報の共有になってですね新鮮さらに楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひご協力よろしくお願いします。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。